まして、この度は令和、また令和の優秀賞を受賞することになりまして、推薦してくださった先生方、また、選出していただいた学会議員の皆様方、それより何よりもですね、常日頃、科学研究を推進するにあたって、教育というか指導しながら、一緒にやってくれているジャムステックを推進するの仲間たち、同僚たちで、当然の今回国際プロジェクトも関係しますので、国内以外の関係している研究所の各位に改めて言葉をお借りして御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。で、今日今回受賞の、船舶観測による、電磁波振動研究、MGO研究と国際協力推進ということなんですけれども、その選定理由のところがですね、特に、後ろを読まれてみるように抜粋してここだけだと、簡単に言うとこういうことだと思うんですけれども、船舶を観測手段の中心という立場から、観測研究の機会を提供、また、国際プロジェクトを立案するし、MGO を中心とした科学的理解への貢献ということで、私、自分でこうやって読むのは、花井ですし、正直、ただただ教授するばかりではあるんですけれども、主要校にですね、当期というか、全体弁に、皆さんの方にも、チームの人間にも、お伝えしたんですけれども、この受賞理由を見ただけでも分かるのは、私は何かマスターという意味ではなくて、例えば機会提供などというのですね、でそこに参加してくれた方が成果を出したからこそ、成果の到達として認められているということですので、これは本当に皆さんに感謝しなさいと言っている賞だというふうに受け取りまして、ありがたく頂戴しますし、今日の講演もですね、こういった、経緯、過去の船ができてから、観測をスタートして、現在に至るまで、またこれからの、期待を込めてというふうに、思っておりますので、その単純な研究の今までどういうことが上がったかというレビューを、するよりも、今まで、その観測プロジェクトの実案であるとか、そういった、やることにおいてですね、どういったことを経験してきて、どういうことを特に私個人が印象に残っていたかということを、中心にお話しさせていただければなと。ただし、当然研究成果に関しては当然出ているわけですけれども、宣伝になりますけれども、ちょうど今、石原雅彦さんが中心になってですね、気象データに関する気象研究ノートの方を取り巻いていらっしゃいますけれども、そちらの方にもですね、未来の特に、今回の主流の主なところでもあります、未来のドクラレーダーも実は研究成果の取りまとめたものを、出しておりますので、ぜひともそちらの方をご覧いただきたいな、くださいと思います。で、今日お話しするのは、今ここにいくつか項目が出てますけれども、そうですね、どういうことがあったかというのを時間を追って、時系列的にお話をさせていただきたいと思いますが、私ですね、こういう国際プロジェクトを、スタートの90年代から、そういう立場というか、活動を始めているんですけれども、その当時ですね、当然いろんな場に出ていても、今ここでもどれくらいの方が活動をしているかどうか分かりませんが、国際プロジェクト、当然何も知らないので、自分の名前のところ、国を読めました場合は、例えばミスターフィンと書いてですね、そういうところで自己紹介をしたい、いたので、私ミスターフィンの歩みに書いてるんですけれども、恥ずかしいことを言いますとですね、多分40代以上の方はよく覚えご記憶だと思いますけど、昔、香港映画でミスターブーっていうのがあってですね、非常に心にくだらないようにしてるんですけど、そういうコメディ映画があって、それに引っ掛けて、ちょっとふざけた感じで、そういう報道を何となくちょっと仲良くしようかなというふうなのが、下心で言ったんですけれども、劣勢であれば当たり前なんですけれども、ミスターブーっていうのは広大でして、海外の話しても全然当然つかみが取れないということで、話持ってくんだけど、なんかスタートがおかしいなという感じをしていました。別にはこうやって話し始めたんですけど、なんか皆さんもなんかあんまり乗ってこないなということなので、おそらくこういう会場の方は30代以下だというふうに。話をしていきたいなというふうに思います。で、今回の受賞理由は、主にその太陽地球の未来を使った活動ですから、歴史振り返りがそこからだろうというご指摘だと思うんですけれども、それの伏線となる学生時代の2つの思い出とか出来事に関して、現在を述べた後に、本格的に未来の話をしたいと思います。で、私、旧大の方で、学部大学院修士までやっているんですけれども、特に熱帯気象に関しましては、学部の時から、例えばハワイに移住するところは、していたんですけれども、特にですね、修士1年の時に、ミクロネシアの、ちょっとコーナー経験をやってましたけれども、コンペ校でですね、
リレーコンテ科学を高橋智先生のもとで行って3週間滞在して観測を行いました。まあ、私の仕事でも夜間雨が降ってくると現地のレーダーをずっと見ている係と、あと上がった飛行機を上げるときに安全を制御するくらいの仕事しかなかったんですけれども、まあ、そういう観測を、初めての熱帯気象という分野に触れる機会となりました。でですね、で例えばその観測期間中3週間だったんですけれども、例えば今回ですね、お世話になった方からもうちょっと振り返るということで結構いろいろ名前が出てます。しかし必ずしも全部当然読み上げるわけではないので、読み上げたら多分それだけで調子が進んでしまいますので、必ずしも読み上げないんですけど、ちょっと最初の一応ちょっと読み上げる形になるかなと思いますが、例えば、こういう観測正しく、ちゃんと予算を正しく使っているかどうかということで、文部省の当時関西部として、来られたのは例えば松本先生だったりとか、あと、ちょうどそのサイトサーベイで気象研の吉田さんや明枝さんがちょうどそのタイミングで来られた。でこの時は、まあ、この観測の、観測であり、まあ、それぞれの目的でいたんですけれども、就職も結果的に皆さんの方はお世話になるということです。また、ホテルの人は高いからですけれども、観測その3週間、まあ、頻繁にミスもするので先生からよく叱られるんですけれども、それを癒してくれるのがホテルのスタッフの会話でして、何かあともまあまあ戻ったら、このレストランであったりそこら辺の人たちと話すことによって特に気に入ってほしいということもありまして、多分人生の中で一番英語勉強したのは楽しみで、結果的にそう、まあ、今の語学力はないんですけれども、そこで頑張って語学力を持って、その後国際的な、活動のお話になっているのかなと思いますので、まあ、そういう点ではで、まあ、いずれにしても大学の時に熱帯気象に来るということなんですが、でですね、もう一点はですね、当時の先生である高橋先生の、当時の気象学のプロムタードというのがそういう出たりとかして、雲の持っているというところもあって、当時どころで今でも良くもまだ理解できないんですけれども、ただよく繰り返し読んでいたところが、その本の中の後書きの部分でして、まあ、30年前ですけれども、日本でのこれからが必要なことということで3つ挙げていて、観測機、まさに今日はこの前の接種進行時期で行った話ですので、ある意味考えるかと思いますけれども、と、あとは、雲の形作れるように、自由に作れるように人工ドームを作るべきであると、あと3つ目は、スシビエの中でいう大型のコンピューターというようなことを、体験しました。で、最後に夢を持つことが科学の特権というような言葉があって、まあ、なんとなく、まあ、印象に残っていて、よく、記憶に残っていて、よく繰り返しに、まあ、実際夢を持つことは研究者じゃなくても、一般からも誰だと持つべき特権的自由だと思うんですけれども、まあ、強いて言うとしたら研究者はそれを夢を追い続けることが職業になりわいになっていますし、もしかしたらそれを実現して初めて研究者として言えるということ、責任という観点からすると、もう少し、先生が言った方、この僕のことを言った方なんだと思いながら、まあ、この言葉が残っています。でですね、こういった、こういうものだけ頭に残っていたので、送別会、卒業するときに送別会でですね、自分で言った言葉を覚えていてですね、まあ、こういうのいろいろあって、でジャムスタイク就職決まりましたので、なんかいろんなところをやるところみたいですね。で、ただ、まあ、船をやるところなんで、航空機はないんですけれども、なんかドクターレーだったらつけたいと思いますと。まあ、なんか根拠はあったことではないんですけれども、一言言ったのは非常に鮮明に覚えています。で、こういった、熱帯気象に触れたり、レーダーを持ちたりというような夢があったんですけれども、で、その機会はですね、ジャムステップに就職する思いがけです。すぐにやってきます。3年目なんですけれども、私は番議長に出向を命じられます。で、それはですね、その時その大総理大臣から諮問が出ていて、我が国の海洋放射研究の推進法則についても知られません。送信しなさいという形で事務局としてジャムステップから派遣になるんですけども、私が選ばれた理由はですね、その当時の鍵町役所からですね、ジャムステップに来ていた方々がですね、なんかたまたま酒の席で騒いでいたと思って、まあ、こういう元気なやつにとも言えないぐらいで選んだのは本当の言葉らしいんですけども、その方の例えば一人、マミヤさんなんかはですね、ちょうどその同期がですね、彼の同期は兄弟工学部でお友達だったんですが、亡くなられましたけども深尾先生で、まあ、ご存じのように第1回目の堀内賞の受賞の、受賞者でありますし、でその時話に出たのが船舶搭載のプロパイラーを作りたいというふうな話だったんですけれども、で実際それを実現したのは東京の橋本というんですね。で橋本さんも堀内賞を取られるということもあります。まあ今思えばこうやって何回もあったのかなと思います。でここでのことはですね、ちょっといくつかこの執行でですね、重要なことというのはですね、この
その投資によってですね、結局旧原子力不足というのがあったんですけれども、それが、新たな太陽観測船として、未来として、スタートする。でその時に、議論されたのは、まあ、あれね、現場観測必要だねというのは非常に役所の中で、熱心に議論したというのがインパクトとしてあります。またそこの場合は、まあ、私自身が送られたということもありますけれども、大気海洋総合作用というのがその中でも特に出てきて公表して具体的な項目で上がったで、何をしたら絶対対象者と分かるのかというときに、私はですね、年末のようにですね、例が例だというふうに言ったことによって、かなり役所、の中にサポーターが出てきて、搭載するときに、産業局等でいろいろと、まあ、便利な感じでられるのは、まあ、実際のところでございます。あと、個人的に思うのはですね、そのときに議論した中では、例えば未来の共同利用船として使いますので、誰が乗ってもいいデータということから、観測実現制度のあの通り、まあ、議論されて少しずつ、スタートしてたんですけれども、ある意味で未来を持って完成したと思ってますし、あとはこの部分でデータ管理について、ちゃんと取った以上は全データを出すという議論が真剣に議論されたのがこの頃だと思います。で、また同じくその執行している頃、1992年か3年間では、トマコアが行われまして、これも非常にあの私にとっては大きいことだったんですけど、その同時にですね、そのステップが、まあ、トマコアに参加することによって、本格的に大会を予測されるように、入り込むということで、まあ、帝国メーカーが現象とかのことだったと思います。また、この同じタイミングで、船舶搭載のモクラレーダーが、米国の研究者ですけれども、技術的に確立したということも、追いかけていく、むしろこういうのがあったから、要求したんですけれども、スタートの比較としては非常に良かったと思います。で、このトマコはですね、その日本が、企画段階から本格的に参加した国際プロジェクトではあるんですけれども、例えば、ミサンドトンジョンの新さん、新さんや竹内さんとか、ウィザーを通りながらですね、新さんさん、上田さん、石田さん、中田さん、とうとう、あの、あと、イザムセルの、黒田さん、いや、福島さん、とうとうですね、まあ、あの、要するに、その、全体をとっても、積極的にやっていくようなメンバーが、その当時、頑張っていたわけですけれども、縁があってですね、その後もですね、お付き合いする場をいただいておりまして、今でもですね、まあ、名称特殊研究会などどういうところだと、さておき、未だに説教を聞きながらですね、実は、一昨年もちょっと説教を聞いたらなかったんですけれども、そういったのをアドバイスいただきながら、私は糧にしながら研究を進めていると。で、役所から戻った後にですね、じゃあ、大々的に気象なり気候なり、やっていくぞということを示す意味もありまして、全然出るかという機会がやってまして、で、そこでは、ボスはデパートだったんですけれども、そこのことで、あの周囲の研究者と、議論しながらですね、まあ、トマコアのデータ解析を進めていくんですけれども、同時に、そのドプラーレーダーを未来スタートするのに何かしなさいということで、CSU に頻繁に訪れたりですね、行って、知見を高めていくということがありました。また、言っていたことを聞きつけたんですが、お亡くなりになられましたけども、佐々木先生が、オクラマンの方に呼んでいただきまして、まあ、そのような施設を 見させていただいて、勉強したと。あと、記憶に残っているのはですね、帰り際ですね、彼が言ったのはですね、日本には滝井さんという若い優秀な学生がいるので、まあ、帰ったらなんか動いておいてないと言われたので、非常に覚えていて、まあ、その人は正直名前だけだったんですけど、ね、未来にスタートしてから、個人的にも、まあ、非常に研究の面でもお世話になることになります。また、あと、エンパーなんかはですね、トマコアで問題になったら、ラジオとのドライバーさんとか当事者だったので、そういった場所にいたということも、今後の次の活動に影響を与えています。で、時間が半分経ったのでこの辺りなんですけど心配なんですけれども、未来スタートする前にですね、じゃあしっかりデータを取ろうということでラジオゾンデであるとか、先行的なドリスゾンデであるとか、あとは、まあ、トプラーレーダーに関しても、まあ、さらに基本的な準備に入るということで、現在コビネットが配信されるとか、あとは大放射学の方にお世話になりながら研究を準備をしていくという状況です。で、いざ未来にスタートするのは98年からスタートするんですけれども、未来に送られる水、いよいよ本格導入で使うと言ったんですけれども、実はその最初の航海からですね、3日後に事態が安定しまして、高校で関根藩が出て3日後にはですね、すでにまあ、その種に1週間後なんですけど、新聞記事が出てですね、まあ、原子力不足だったということもありまして、ちょっと注目が出ていたので、配置研究船の位置確認装置の保証、ただし、まあ、航海には問題がないから、とりあえず航海するというのは、新聞記事で扱われました。よくよく読んでみるとですね、ドプラーレーダーのどういう修正を使うとするのに GPS 使うんですけれども、それは故障しただけなんですけれども、ただそういうのは故障しても騒がれる時期でして、で、騒がれるということは、当然初代では大騒ぎになって、
それ以降、1年間経ってですね、どうやったら治ったか、治るんですけれども、治ったと証明しなさいということで、1年間が費やされてきた。で、その時に、ちょうど、トリートの学部等も行う効果がありますので、こういったものを使いながら、その精霊を維持を図っていく、その腰を直しながら精霊維持を図っていくんですけれども、実際その成果を使いながらですね、その当時は 10dB 以上下がることがあったんですけれども、まあ、問題点がはっきり分かって、現在では、このような使って、今皆さんに依頼でおられて、レーダー観測しても、精霊に観測ができるようになっています。でこの時に、まあ、あえて今回から言及したいのはですね、当然こういった問題をフィックスするにあたって、科学技術院の方が非常に努力してくれたんですけれども、と同時にですね、これ、99年にですね、私、個人的に勝負に勝俣正樹というのが国大会で来まして、レーダーのスペシャリストだったので、彼が実質私が、プロジェクトでやってるんですけども、もうレーダーもほとんど彼に任せきりということで、彼が来たことによって、こういった問題も解決していくということになります。で、実際、いざスタートすると、こういった国際プロジェクトをスタートしていくんですけれども、一番最初に行ったのは99というので、2つ、経験があるのでちょっと述べておきたいんですけれども、やる前にですね、データ、国際プロジェクトをやる以上、データが残るんだというのをずっと参加したんですけれども、まあ、正直、あの当時の私はですね、データを取った人のものという場合には、まだ捨てきれませんでした。ところが、相手、共同研究会で、レディビッションであるとか、まあ、すぐに出せてくれたという議論をして、結果的に1年でこれがついたわけですけれども、まあ、非常に私としては、鮮明な記憶として残っています。で、想像できると思うんですけれども、いざプロジェクトもあって、1年後にデータ出したのは日本だけです。アメリカは全然出さなかったんですけれども、まあそういうことで、あとその最初にデータ出す出さないというのを議論したワークショップが終わった後にですね、そのトップだったトム・アッパーマン、今、ワシントン大にいらっしゃいますけれども、ただもう、感想終わったと、で、次何やねんというのをすぐに言ってきたんですね。で、まだこれから開始でしょって言ったときに、プロジェクトやる人間がそういうことを言ってたらダメだと、プロジェクトに基本的に回っていくものだというふうなことを言って、もうスタートしたら次のことを考えるくらいの考え方で、お前は何も言いたいようなことを非常に言われて、非常に、まだあの時に30前半だったので、インパクトとして残っています。で、いざ、この件スタートして、2000年代に入りますと、西大平野の方で本格的な MGM 研究、あの当時まだ、MGM 研究だけではなかなかジャム少ないでは難しかったので、エルニーニョ研究の一環として、MGM をトライアルということもありますので、西大平野で観測をスタートします。皆さんいろんな研究機関の方がですね、いろんな観測装置を持ち込んでいただいてやったと。で、ただ、主席の私が何をしていたかといえば、ずっと定点観測をして単調な日々が続きますので、こういう時に事故があってはいけないということで、何をしたかといったら、存在の空き箱を使って紙相撲大会をやったりとか、ちょっとイベントをどっか行ってみたいということをしてたんですけれども、観測技術の方の協力を得ながら、先生イベントを行っていたので、大会予想の作用効果は何というのか、運動会にしようとか。いつもの続いてというのは、言われる時期がありました。で、実際じゃあ4年間で何成果が出たかというと、ちゃんとMGM のトライアルに出たんですけれども、いざ、それで論文出してみるとですね、こんなのは、発生している運動じゃないとダメだとかですね、データを使ったというよりも、例えば再開式で十分じゃないかというようなことがあって、リジェクトされたというのは、これ3本リジェクトされてしまってですね、運動会に出てる場合じゃなかったんですけれども、そういうことがありました。で、いざ、じゃあそういったことを踏まえてですね、ちょうど邪魔してるというと、本格化したこともありまして、本格的に、じゃあ、コンセプトを捉えようということで、ミスモというプロジェクトを立ち上げました。で、この時はですね、自分たちの中でかなり見つめていたんですけれども、国際協力を得ようということで、その当時、動き始めていて、プライバーの、研究機関、医療パネルに協力を得まして、多くの、特にその当時の海洋学者の方が非常に協力をして、一緒に盛り上げていってくれました。誰とは言いませんけれども、ただその時に言っていた有名な気象研究者なんですけれども、勝手にやればいい、そんなに何が分かるというふうに言われるのか、非常に覚えています。ここにはいらっしゃらないと言ってます。で、実際じゃあどうやったかってやるとですね、もうこれは見たことないですね。これ未来定点観測期間中ですけれども、1ヶ月間定点観測をしているときにオンセットが、エミソンのオンセットを捉えて、でしかもですね、想像してもできないぐらいですね、船が動き始め、KDV を維持するために動き始めたら、雲がついていくというですね、あとの先にもこれが大きいだと思いますけれども、インプルーズをすることができました。ただですね、実はそのときに日韓がですね、当時仲間なので非常に喜ぶべきなんですけれども、MGM シリーズ最初に成功したということで、インパクトでこちらが待ってですね、
十分じゃないかといろいろ議論されたんですが、まあ、これをきっかけに、モデルの方たちと本格的な自宅署内でも協力が始まるという状況です。で、まあ、いろんなことを出してもですね、もっと、退避者の道を捉えなさいといったこともありましたので、出直しということで、改めて問題の再活動を動き出して、それが新規2011というプロジェクトでして、その5年後ですね、2017年になりますと、今度はですね、まあ、お仕事される国もアメリカが参加したのが大きいんですけれども、多くの方が参加して、船であるとか、航空機も、地上にも2つ、2つのレールを展開して、大々的にやることができる。どのように伝えているぐらいに、しっかりとその現状としても捉えて、今現在、先週末現在ですけれども、32本の中に出ているということで、非常に盛況に終わっていたのか、で進んでいるかなと思います。で本当は今日ここら辺を一番喋りたかったんです。もう時間が来ているので、話しておりますが、当然、やる上で何人か印象に残る人がいるんですけれども、当時からみんなのために、うちのさん、NGO 研究第一人者ですので、彼がパートナーとしてついてくれたことは、まあ、正直、進んでいる上で大事だったので、です。で、あとは、例えば NSF の方なんですけれども、お金をつけて悪いという発想ではなく、彼の方が誰よりも研究を理解していて、もともと彼は25歳で初めて書いている文明長だというくらいの方なんですけれども、そういう方が、予算をつけた以上成功させるということで、むしろしっかり研究をしていただいて、で、多くの方に支えられて行ったんですけれども、あとは、ね、個人的にはですね、海洋学者なんですけれども、実はそのミスも終わった後にですね、もう一回やらないかと声かけてくれたのは実は海洋学者のゲリマイルズという方でして、自分もやらないというよりやらないかというですね、彼のファン、こういう、ね、例えば野球とか、なんかスポーツとかの場合に、非常にキープなようなファンの人によって、そのファンの期待に応えたいと思ったことが、実は真理かなと思っています。あと、あえて言及しておきたいのは、2011年というのは、隣の皆さんと言っている通り、震災があった時なんですけれども、で、ジャジで追跡できたんですが、その後ですね、船を使って、このように、まあ、一応見えないと思いますけど、水中の国で海洋調査の研究を、私自身も、国の震災直後にですね、指摘として乗って、こういうふうな現場に出て、かかっているんですけれども、といった、ジャムステップ、基本的にこういうように、ごくふうな空気の中でですね、当時、本当の理由はよくわからないんですけれども、ジャムステップ経営陣がですね、唯一、シーディクルーズだけは、元国にやらせていただくよということで、経営判断をしていただきました。ここには言えないんですけれども、後で皆さんにできるように伝えてほしいの経営陣にもありがとうというふうに思っております。で、今現在、もう、あと数万になりますので、ですけれども、今現在はですね、まあ、5年ごとに組織変わるんですけれども、より、大会総裁に頑張りなさいということで、大会総裁を、分野というのが直線的に出ていまして、あとは海関係でお中心とするグループもありますので、約30名ぐらいの人間がいて、熱帯の西太平洋、東太平洋をかけて、やってるんですけれども、で、特に、今現在の活動という観点でいくと、昨日 YMC セッションも開催させていただいたんですけれども、インドネシアでですね、特に、まあ、今のそれこそ兄弟の ER であるとか、あとは、ニュースですけれども、そのような方がですね、地道にやってこられた、インドネシアのそういった海港最大限使ってですね、もっと最大限にやろうということで、2年間の観測プロジェクトを計画しておりまして、それの接種を昨日行いました。もしこの中で、昨日も参加されていた学生さんがいれば、ちょっと朗報というかですね、今回受賞したので、受賞経緯でですね、昨日は研究生1名から2名です、ね、採用する予定だったんですけれども、微妙に増えて2から3名です。なんとか私の採用で取りたいと思いますので、もし観測に参加したいという方がいらっしゃればです、ね、ぜひとも、お声掛けをしていただきたいなと思います。で、初戦終わりですけれども、まあ、今後、まあ、逆に MCD に続けていくんですけれども、まあ、さっき予算、いろいろ先ほどの航空機関数の時もありましたけれども、予算厳しいというのもありますけれども、で船も同じように厳しい状況なんですけれども、いずれですね、MCD を研究するときにするのに、こういうことが分かって、船でやっていけばよかったということだけは、ないようにしたいなというふうに思っていますので、そういった程度を見つけつつ、これから進めていきたいと思っております。もうこれでおしまいですけれども、ちょっと数えてみたらですね、400日の調査、未来には上がっています。これ少ないかと思ったんですけれども、他の船は明日は大体100日ぐらいなんですが、ただ、こういうのはですね、むしろ一緒になっていただいた230名の学生さん含む研究者、145名のみの技術員、そして400名を超える生産の方々と、この400日間を共にできたということが、今までの成果であると、一番の私にとっての成果だと、この資材者だと思っていますが、これからもこういった点を大事にしながら進めていきたいと思います。早くして、さらに早くして、ご指摘
以上で、一緒にしたいと思います。本日はありがとうございました。